はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモ、初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちはということでですね、今日の動画なんですけれども、ユニクロ×ホワイトマウンテニアリングのルックが発表されたということで、ルックとですね、あと全ラインナップが発表されたということで、ちょっと今日の動画では、紹介していきたいなっていうふうに思っております。昨日ね、速報動画としてちょっと短めの動画だったんですけれども、出させていただいたんですけれども、まあちょっとそこではね、本当に、ダウンジャケット2点を少しだけ、こう言及したんですけども、今回は、しっかりねこの辺に、写真を出しながら、全ラインナップで、今回ラインナップがそんなに多くはないので、おそらくまあキッズを除いてですね、女性用ウーマン、メン、両方ちょっと、ルックの方ね、見ながら説明していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こういう感じで、まあファストファッションだったりだとか、ユニクロ、H&M、ザラ、GU などのファストファッション、あとはその他、いろんなアクセサリーのメーカーとかも紹介させていただいておりますので、よければ、チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。ということで、行ってみましょう。はい、ということで、最初が、ちょっと女性のところからですね、ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーになっております。こちらが金額が9990円になってます。で、これね、最初自分見たとき、うわ、めちゃめちゃかっこいいな、っていうふうに思ったんですけれども、そしたらまさかのレディースで、よく見ると、袖のところがね、こう、だいぶ、広い、フレアしているような、シルエットになっていたりとか、あと割とよく見るとシルエットも全体的にこう、裾に向かって広がるような、シルエット。まあ、よくに、まあ、A ラインシルエットで、ちょっと女性らしい、シルエットになっているのがわかるかなっていうふうには思ってます。で、この、レディースのハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーの、このライトグレーのカラーなんですけども、写真見た感じだとちょっとこう、白には近いんですけれども、やっぱこうグレー味の、あるお色で、この色、こう、なんかこう、ちょっと大敗的な雰囲気っていうのが漂っててかっこいいなと思って着たいなと思ったんですけど、ちょっとこのシルエットだと、難しそうかなっていうふうには思ってます。で、個人的には、よく、ユニクロの、YouTube、ユニクロとかの商品紹介の YouTube をされている方で、男性の方でもね、レディースの、なんかワンサイズ上げを買えとか、レディースの、何、ステンカラーコートがいいみたいな感じで言ってるんですけど、個人的には、やっぱりね、しっくり来ないことが多くて、まあ男性の方がね、レディースものを着るときはちょっと要注意かなっていうので、この A ラインの結構広がりの強いシルエットなので、ちょっとこれは合わせるの難しそうかなと思ってます。ただ9990円っていうのは非常に、安い、金額になってるかなっていうふうには思ってます。で、もう一個が、フリースオーバーサイズモックネックプルオーバーということで、こちらね、結構こう、可愛い。なんか珍しいですね。ホワイトマウンテニアリングで、こういう、リボンの、モチーフですね。リボンのモチーフ、こう、リボンがついていて、で、モックネックなんですけど、ちょっと、襟は高めかなっていうふうに思ってます。ただ、カラーが、やっぱりホワイトマウンテニアリングらしくて、このオリーブとか、結構なんかミリタリー寄りな感じになってるかなっていうふうに思ってます。あと、なんか個人的にこのブラックのカラーのこのブルーのリボンなんかは非常に、クールで、いいのかなっていうふうに思ってます。ただリボンがね、だいぶ可愛いアイテムなので、ちょっと実際に、まあ男性の方は難しいかもしれないんですけれども、ちょっとどうなるかっていうのは、まあ結構いいのかなっていうふうに思ってます。はい。で、続いてがですね、こちらが、大本命ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーになってます。こちらが金額が12,990円ということで、まあ、ルックの写真見た感じだと、ちょっとミドル丈で、まあ、オーバーサイズっていうことだったので、割と身幅も、なんかサイズ表見たんですけど、割と身幅広めなのかなと、割とこう、なんか内側に着込んでも、まあ、もちろんダウンであったかいんですけど、内側にさらにインナーダウンとか、あとはそのニット系挟んでも、こう、もこもこしないようなぐらいの大きさ、身幅の感じなのかなっていうふうには、思ってます。で、どうなんだろうね、これ素材感が結構そのプラス J とか、あとはそのインラインから出てるハイブリッドダウンパーカーに関しては結構なんか表面ツルツルした素材が多いんですけど、これに関してはちょっとシワが寄ってる感じがするので、若干ちょっとこうシワ感のあるもちっとした素材なのかなと、個人的にはそういう素材結構好きなので、そっちの方がいいかなっていうふうに思ってます。で、あとはポケットが、胸に2箇所。と、あと、ここにね、
あの、止水ジップの、フロントの、ここにもポケット、が2つついていて、で、あと大きなポケット2つ、あとハンドウォーマーってついてるんで、ハンドウォーマー多分こう、横から入る感じかなと思います。なんかよくあの、ウールリッチとかのね、ダウンジャケットとかだと、あの、アームウォーマー、なんかちょっとこう上のところにね、スリットのポケットが入ったりするんですけども、そんな感じじゃないかと思うので、多分ここの、ポケット、こう上から入るの、上からフラップポケット、横からこう手を入れることができるんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。これはね、見たい。早く見たい商品を。で、ちょっとこのダークグリーンが割とこう、なんか森っぽいカラーなので、ちょっとミリタリー色強すぎるかなっていうのが個人的な印象で、なので、ブラックか。で、ネイビーがちょっといい色っぽいんで、ネイビーあたりは気になるなーっていうふうには思って、てます。12,990円。多分僕個人的にはこのハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーは僕は買うかなと思ってます。まあ、試着してみてですね。あとはウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットということで、まあよくユニクロさん、ユニクロ U とかからも出ている、まあインナーダウン、まあインナーダウンにしてちょっとモコッとするんですけども、まあ最近こういう、古着屋さんとかでもね、結構1万円しないぐらいとかで買えるアイテムではあるんですけれども、まあもともとミリタリーのアイテムになってます。で、こういうキルティング、ですね。キルティングの結構アウター系は、ここのところ流行っているというか、まあ、キルティング系の、まあ、バッグもそうです。バッグ、財布、まあ、ボッテガベネタだとか、あとはまあ、キルティングで言うとやっぱシャネルとかね、結構やっぱり、有名どころも使っていて、まあ、最近人気なんですけれども、そのキルティングをこう、まあ、前面に押し出した、インナーダウンっていうような形になってます。で、これもね、ここにポケットがあったりとか、して、あとはラグランの、袖になっていたりとかして。ただこれミリタリー色だいぶ着るとね、強いんで、僕の格好だとちょっとこれは合わせづらいかなっていうふうに思ってます。ただ、今までこういうのアイテム買ったことなかったので、ちょっと気になるは気になりますね。ダークブラウンなんかはなんか良さそうかなとは思います。なんかブラックだとちょっとその、黒なんで、割とその他のインラインとかユニクロ U さんとの、差別化があんま測れないかなっていうふうに思ってます。金額7,990円。どうなんだろう。なんか割と割高な気もしないでもないかなと思います。で、これが次がですね、フリースオーバーサイズプルオーバーということで、これもあれですね。ネイビー、やっぱ好きだな、ネイビーの色。結構ナチュラルなんかは可愛く着れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これはね、こう、ちょっとモコモコっとした素材で、まあこれ1枚でもだいぶあったかいような、結構部屋着とかにもすごい良さそうな気はしてます。で、ちょっとこう、襟のところね、こう、素材が切り替わっていて、ちょっとこのあたりもミリタリーっぽい、なんか本当に軍物っぽいようなデザインを、踏襲しているようなものになってます。そうだね。こういうのもちょっと一回着てみたいんですけど、自分のファッションに似合うかどうか、はい。ちょっと、そのあたりは、まあ自分のファッションとの相性っていうのも大事になってくるかなと思います。あと、フリースオーバーサイズジャケットということで、今回これはジップアップのタイプになってます。まあ、フリースのボアブルゾンっていう感じになってますね。で、まあこれだと結構過去に出たガーメンツコラボの時っぽいような、なんかそんなイメージが近いですかね。はい。で、ブラックとオリーブということで、こちらもだいぶこうミリタリー色の強い、オリーブになってるかなっていうふうに思います。結構このあたりもね、またさっきのアイテム、結構ボア系のアイテムって、今まで僕手を出してこなかったところであるんですけれども、まあこれを機にね、まあブルゾンタイプで4,990円って結構価格的にもね、お安めなので、今回ちょっと初チャレンジしてもいいのかなっていうふうには思ってます。はい。で、もう、あとはね、キッズ。で、キッズのウォームパテットパーカーですね。あと、キッズフリースプルオーバーと、キッズのフリースモックデックプルオーバーということで、これね、よく考えるとちゃんと大人用とね、こう、一緒のデザインに出してるっていうことで、こう、お父さんお母さん、あと、息子娘でね、こう、シェアはできないですけど、なんか、シミラールックなんつうんだこれ。親子ルックみたいなのができて、そのあたりも楽しいんじゃないか。ユニクロさんらしいかなっていうふうには思ってます。はい。で、今回型数少ないんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9型。まあ、うち、ね、キッズが3つなので、で、メンズは4型っていうことで、だいぶ、少ないラインナップではあるんですけれども、割と僕はこれはいいコレクションなんじゃないかなっていうふうには思ってます。
まあ、ホワイトマウンテニアリング、僕も、前の動画で言ったかと思うんですけど、カーゴパンツとか買ったことがあって、で、結構長いこと愛用してて、そのやっぱりミリタリーっぽいデザインをこう、ちょっと今風のエッセンスを加えてっていうのが、やっぱりいいブランド、なので、ちょっとね、早く、10月15日発売ということで、ちょっとね、まだ1ヶ月ぐらいあるんですけれども、非常に楽しみです。結構ね、ユニクロ U とかだと、僕、なんか個人的に合わせにくいアイテムが多くて、ちょっと、今までね、あんまり買ってなかったんですけど、今回これに関しては写真見ただけで、あ、かっこいいなっていう風に思うアイテムが多かったので、ちょっと気になっております。はい、ということで、一応スケジュール的には、今週金曜日、ユニクロ U、発売。ですね。9月17日発売。まあ、一部アイテムはね、ちょっと発売日ずれ込んだみたいなんですけども、今週、金曜日に発売されると。で、10月の、上旬になりましたら、セオリー。ユニクロとセオリー。まあ、全部ウィメンズ、女性用のものなんですけども、おそらく男性も着れるものがあるので、セオリー、セオリーのコラボレーションの発売。そして、10月15日に、こちらのホワイトマウンテニアリングが発売。で、おそらくなんですけども、その後ぐらい、どうなんですかね、全部2週2週2週で来ると考えると、11月の頭に、おそらく、大本命、プラス J、秋冬来るんじゃないかなと思ってます。ということは、おそらく10月の頭ぐらいに、ユニクロ、プラス J、発表されるんじゃないかな。なんかそんなスケジュールになってる気がしてます。わかんないですけど、でもプラス J ね、多分ダウンアウターとか来るんで、一応多分早くね、出さないとね、すぐね、もうシーズン終わっちゃうんで、早く出すんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、ユニクロ U、セオリー、ホワイトマウンテニアリング、プラス J ということで、もう盛りだくさん。もうお金は何全部ユニクロに使うのみたいな感じになっちゃいそうな気配もするんですけど、そこはね、吟味して、もちろん他のね、ハイブランドも欲しいものありますし、アクセサリー欲しいのもありますし、そこは吟味して、もう全型レビューとかやってられないんで、本当に、お願いします、ユニクロさんということで、今日の動画は以上にしていきたいと思います。またね、ちょっと進展とかありましたら、あとまた、ユニクロ U 購入品ね、また、ちょっと、買うものありましたら、ちょっと紹介をしていきたいなと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録と動画の評価、よろしくお願いいたします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time.最後までご視聴いただき、ありがとうございます。良ければ、チャンネル登録、評価、よろしくお願いします。毎日投稿、頑張っていきたいと思いますので、応援、よろしくお願いします。では、またお会いしましょう。See you next time.